こんにちは、ブランドバイ社長です。ブレッドランド響きです。本日はですね、はい、今まで熱く語ってきた T シャツリバイバル、リバイバルはい、ということで、これまで特に熱く語ってきた T シャツをメインで9着ピックアップいたしました。なのでまあやっぱね、熱く語るとね、ご共感いただけるスピードも早いというか、うん、やはり顧客様からの次いつですかっていうご要望も多いの で、ね、なかなか争奪戦になればいいなという思いも含め、思い出も含め、どんな感じで来てくれてたのも含めお送りしたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。いってみましょう。はい、もうこれはね、いいですか。はい、先サイズ、いやもうそんなん、そんなんもう概要欄見たよ。はい、90年代 T シャツを始めようと、はい、改めて一度自分がお客さんとして買ってみようと、はい、でも4年前ですよに買った T シャツです。ああ、そんな感じだったんですね。だってもうほら、スタートは大好きですから僕、アヒル、まあいますからね。はい、はい、でこれ今になってグーグル画像検索で一番可愛いアヒル入れたんですけど、はい、本当はセサミストリートのアヒルじゃないかっていう疑惑が最近出てきまして。ああ、そうですか。はい、でもアヒルでレッチリで、あの世で、あの世ですね。はい、ここだけ色変え、で後ろのこれ、このダサい感じ、まあまあまあ、いいんですよこれ。だから僕と木村拓哉さんが着用されてます。絶対言うと思ったら画像を 入れなあかん。野口剛さんも来てはるらしいですけど。ああそうなんですね。はい、はい、90年代は90年代なんですが、まあこれね、基本的にも90年代末期、コピーライトが1999ですね。なのでダブルステッチとなります。はい、いい、まあまあ、うん、いいですね。高なったね。高くなりました。俺だってこれ最初買った時1万5000円もすんの高と思って買ってたもん。あ、そうですか。今1万5000円とも悩まへんよな。うん、そうですね、買いますね、すぐ。2万円渡してお釣りいらんでって言ってあげたいぐらいの感じは、もし1万5000円だったら。まあ今あればね、お釣りいるけど、もうまあそれは、はい、何でしょうもいいので、はい、ぜひともヴィンテージ T シャツ、私のように最初一発何行こうかなと思ってる方、うん、ぜひともお願いいたします。はい、これはね、はい、ちょっと僕の主観で入れさせていただいたんですよ。はい、最高ですね。見ました、ボヘミアンラブソディ。あ、見て、あ、見ました。そういえば見たよ。あの、見たいって言って2回見たよ。あ、2回見ました。うん、広告で出てくるのよ、うん、このポーズ。あ、なんかありますね、このターン。はいはいはい、そうだね。むっちゃダサいんですよ。あ、ダサい。ちょっとあの、ふえさん、はいはい、あの映像差し込んでてくれる、はい、だから I was born to love you、 born to love you か、はいはい、PV すごいんですよ。もうこの白のジャケット着てるでしょ。はいはいはい、もう脱ぐでしょ。サスペンダーなんですよ、はい、ここにね、弾丸刺さってるんですよ。あ、それは知らんかったな。結構口径の大きい。へえ、あの、あ、このシーン入れてほしい。このシーンほんま入れてほしい。あの途中でこう、だからあれはだから80年代ですよ、 PV 多分撮られた。ちょっとないですかね。だって訂正しておいてほしいんですけど、はいはい、PV がね、はい、当時の最先端技術で撮ってるんですよ。はいはい、そのしょぼさがすごくて。あ、なるほど。あのね、あのほんま、あの言っといて、あのポン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 ってなんか無駄にフレディの顔がいっぱい出てくるシーンがあるの。もうすごいの。あの、そうなんですか、集合写真のお休みみたいな感じで、もうフレディ全員今日もう学級閉鎖。そう、小栗さん入れといてな。はい、でもバックプレイありますから。ああ、そうですね、ないのもありますけど、はい、でも一応トラビス・スコットが来てます。はい、で僕もあの最近買いました、一着。ああ、そうですか。はい、いや、映画見てほしい。映画見てなくても僕これちょっと欲しいんですけどね、残らないんですよ。デザインかっこいいからね。そうそう、 YouTube であの映画の映像、はい、ライブエイドの映像とオリジナルの映像というか、はいはい、どんだけ再現してるかってところがあったりとか、まあまあ、 あのいい映画です。はい、ドロドロした感じもあり、ドロドロしてるんですね。はい、はい、まあ、そういう描写もあり、まあ、ぜひともあのこういう感じで、これ、この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 、これ好きな、これずっと言うやつだもん、見て君のこれ、はい、少しの間やってください、やってください、ちゃうわ。はい、やっちゃうとやばいやつになるかもしれない。もう今度だから僕はあのお世話になってる先輩と一緒にボヘミアンラブストーリーを流して、あのシャーレ流してくれればあれやろ、はいはいはい、あ、これでもクイーンだけ流してくれって言っても今度じゃ来て、俺いっぱい飲みに行きますから。いや、もうもしかしたら来てくだけで流してくれるかもしれない、あそこ。今日はちょっとシャーレじゃクイーンやつって、はい、お願いします。10分でまとめるつもりがもう3分喋ってしまいましたね。はい、はい、ACDC マネーです。サイズ感デカめです、はい、デカめ、はい、着丈も長すぎないボックス、はい、これももう語り続けましたね。まあそうですね、はい、そろそろ手持ちのストックがなくなってまいりました。まあいい T シャツですよ、うん、ブラックピンクが着ております。だからファッショニスタが変わったね、
まあそうですね、最近本当にこう女性の方もね、昨日ちょうど昨日ですわ、嫁から LINE がありまして、はい、テレビをこう撮った映像と、はいはい、ギャルが何インチネイルズ来てるってテレビ、はいはいはい、じゃあギャルって誰なんですかね、それを知りたかったかもしれないですけど、いや、あ、多分素人さんやからお前顔が、ああ、なるほどなるほど、うん、はいはいはい、へえ、すごいことですよ。イヴ・サンローランもね、はい、ニルヴァーナとかで売り出しましたからね、はいはいはい、ちょっと僕ら界隈ではかなり話題になりましたけど、という中でですよ、これは非常に貴重な一着でございます、うん、ぜひともお願いいたします。まだ持ってない方、マネートーク、マネートーク、はい、あ、はい、これはなぜ入れたかったかっていうと、はい、そこまで販売してないですね、これ、まあ、そうですね、せいぜい2枚ぐらいかな、うん、でも僕はもう本当にこのデザインがすごく好きなの、チョコレートサーフィッシュなんちゃらかんちゃらだったっけ、長いやつ、いや僕ね、これおぼろげな、記憶で喋ってるんでね、だってこれ20年前でしょ、高校生なの、え、当時このアルバムタイトルが世界のアルバムタイトルで一番長いとかじゃなかったっけ、いや知らないです、そうなんすか、そう、確か、ちゃうかった、ごめんなさい、まあ、めっちゃ長いですもんね、でもリンプのなんか鳴ったはず、へえ、うん、まあ、ね、あのリンプ、エミネム、パパローチと、はいはい、完璧です、サイズ感もバッチリ、コンディションも良きです、うん、まあこれはね、長く愛用していただきたいかな、うん、はい、あのこのブート特有のね、雑い感じが非常に僕は好きで、これも僕持っておりますので、はい、ぜひともお願いします、お願いします、次、もう売りたくないな、これ、あー、これね、最高しない?これいいっすね、色ボロ、もうこれだから、ま、はい、素晴らしい、欲しいやろ、ちょっとこういうの最近マジで、はい、君みたいなもんも、こういうのはデザイン探したらあるかもしれないですけど、こういう雰囲気のものってなるとね、これ最高やで、難しい、あ、サイズもいいんだよね、これこの首と袖口の感じ最高やで、これ、うん、でこれサイズちっちゃい、ブロッカムなんで、うん、ちっちゃいのが多いのが奇跡的なサイズです、いや素晴らしいですね、これはまあ別に型、これだってもうこの今撮影モニターで見ながら喋ってますけど、はい、この映像で分かるのすごいもんな、これ平にして撮ったらもっとかっこいいと思う、多分そうですね、うん、うん、はい、アメリカ人がアホみたいな顔して Beautiful、 アホみたいな顔して、 Good San Fe、 Yeah Perfect、 Perfect、 Oh no 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 This expensive my personal、 じゃあ運なやお前って思う、はい、想定の2倍ぐらいだけど Oh sorry my personal、 すぐパーソナルって言いますから ね、すぐパーソナルって、いやそんなんお前別にちゃんと開業届も出しない潜りやねんから全部パーソナルやんけって僕思うんですけど、まあそうですね、ね、私、はい、英語力のなさが、なるほど、これは難しいところですよ、はいはい、英語力があれば、はい、各国の人たちと喧嘩してると思うから、あ、逆にね、うん、あ、ないからこそ、はいはいはい、そうですね、お願いします、お願いします、ロブゾンビのタルテックスのこれ XL、はい、これもやっぱね、グレートなんだ、例えばロブゾンビではございますけども、はい、XL ってなかなかもう最近ほんとないの、うん、あっても L なのね、まあ、ね、はい、色抜けもいい感じ、いいでしょ、いい感じ、ちょっと裏の赤がね落ち着いてきてね、そうそうそう、いい感じです、部分的にいい感じなのよ、ちょっとね、ちょっとね、うん、プリントがこうなんか弱なってるっていうか、うん、なってるとこもいい、弱なってる、あのなんか削れるこんなに強いプリントおい、おい、え、え、いや、まあだからそのやっぱプリントもね、劣化って言ったらあれですけど、剥、うん、げるまでいかんと思ったやつですよね、うんうん、いいですね、よろしくお願いします、お願いします、次、俺ももうパールジャマライブの、はい、バックプリ豪華な方でございますね、ライブのやつや、これはいいんですよ、はい、オープン当初からずっとね販売は、はい、させていただいてまして、うん、言うことないでしょ、まあそうですね、おぜひにです、おぜひに、はい、お願いします、お願いします、はい、キス、まあ、これもでしょ、はい、XL か、いい感じの色っすね、ちょうどいいな、ダメージもパッと見る限りないんじゃないかな、バックフリも、はい、いいよね、いい感じ、いい感じ、高鳴ったよね、まあ、そうですね、それは前から言ってましたしね、この前仲いい、この前っていうかさっきや、ちょっと仲良くしてる安めのディーラーのインスタ見たら、コンディションをもっと、まあタイ人の方コンディションいいのは高くつけるんであれなんですけど、はいはいはい、これ何本やったと思う、2万くらい、日本円で、はい、なわけないやんけ、そうやったら俺の収入の方が高いんけ、1万バーツ使えた、へえ、狂ってますね、あおかよね、4万ですよ、1人1万やんけ、そういうことですね、うん、何や言うたらいや、それ高すぎるわ、ちょっとね、仕入れ値で4万はちょっとそうっすね、なんぼで運命、いや最低6万5千円とかやん、そうっすね、無理やん、うん、そこまでの T シャツじゃないだろ、まあまあ、でもそこまでなるんですよ、うん、なる前に、うん、僕がね、もう無限にお金があればね、売らないですよ、うん、まあね、1年グレランシムでずっと買い付け行くな、ああ、貯めるだけ貯めて、うん、恨んでいいですからね、うん、うん、
お金がないんですよ。助けてください。まあ、毎月毎月ね、バカスカ買ってるんでね。そうですよ。お願いします。お願いします。未然に起きてかないとね。はい。ラスト。ラスト。ゲッタグリップ。はい。これはなぜ入れたかっていうと、ここ最近出した中で一番コンディションがいいっていうのと、はい、サイズ感が大きいっていうのと、バックプリントが、うん、まあ、豪華な方ですね。はい。はい、てますだからってなんだって話なんですけど。はい。まあ、もちろんね、XL、ジャイアントバイタルテックスですね。これも動くの早いので、そうですね。もういつかいつかと言ってるうちに買えなくなってますので、うん、お早めにご購入ご検討ください。はい。以上です。はい。9着ご紹介させていただきました。うん、クイーン語りすぎて。ちょっと長かったですね。他がこう、だいぶ雑くなりましたけども、はい。と、はいうことで、これ。見て、はい。はい、皆さん、ぜひとも。ターンとね、このはい、なんか本日夕方6時から店頭にご試食、ご購入可能、夜9時からオンラインサイトでお買い上げいただけますので、皆様、ぜひともよろしくお願いいたします、はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長とグレートランド響きでした。バイバイ。